なっちゃんが変な歩き方。なっちゃんが変な歩き方、うん、なんだ。なっちゃんおいで。どうしたのなっちゃん。なんだ。なんだ。どうしたの。なっちゃんね、下痢でね。あ、今あれどういうこと、うんちが出てるからってこと。もうね、吹きすぎて。痛いんだ。すごい、おむつかぶりしちゃってるの。なっちゃん。なっちゃん下痢。なっちゃん。なっちゃん。なんかね、昨日はね。うん。もうこれはちょっと前だけど、これ怪我もさ、なっちゃん、怪我みたいな怪我してる、ちょっとなんかね、まで出てるでしょ。なんか昨日はぎっすりしてる。なんかおいな、ちょっと寝る気味だなぐらいだった。まあ結構するけど、うん、もうでも昨日も夜中からもうなんていうの、白っぽい、うん、いいえ、クリームみたいな。ああやりよったね。なっちゃん、なんか目がこう出てきた、ね、目の下がくぼんで、もうね全然元気ないのよ。なんだろうね、かぶっちゃんなんか元気だな。かぶっちゃんご機嫌。かぶちって常に元気だね。なっちゃんなんで隠れてんの。なんかされると思っとるじゃない。あ、まあな、病院に来たらな。もしもしじゃないの。なっちゃん、しかもここのところほらやっぱよく聞いてる。あ、何回も行ってきたら痛いもんですよ、うん、やっぱ一回がっつり行くと、そこからね、そこからもらいやすいね。確かにね。なっちゃん、保育園行かんといけんだし、なんかだって暑かったり寒かったりね。そうですね。私でいいよ。どうしてほしいだこれ。どうしてほしい。こっちに行け。背負い投げ。ちょっとお腹の音聞いてみる。とりあえず。そうだね。そうだね。それしに来たんだね。うん、どこ。じゃん。ゴロ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 。めっちゃゴロゴロいってる。吐いてはないけどな。ああ、もう完全にやられてるね。まだ痛いって言えないもんね。いや、うん、まあ完全性腸炎ですわな。ウイルス性の腸炎ですわな。なんかうつ、なんかもらって、流行ってる？聞いてないけども、うん、まあいろいろ流行ってるよ世の中はね。うん、あの保育園は一応、まあなんかね、お店屋さんとかでもらったとか。そうね。なんかちょっと検査してみるか。まあ、一番多い、いわゆる胃腸というか腸管房はノロだから、ノロ検査するか。やだ言うとるんか。まあまあってことだって。まあまあ。なんか今日むくんでません？顔が。昨日ね、うん、三島フィフティ見て泣いとった。それを見て感動して目が腫れてるの。そのさ、多分さ1時間後ぐらいにさ、うん、起きてるんだけどさ、起きた。あ、気持ち悪いし、気持ち悪いし痛いし泣いてて、起きて顔が寝てらっしゃって、起きてなって目についてたけど。知ってましたか、そういうことがあったって夜。知らない。なっちゃん、お尻が、なかったな。お尻が痛いよな。もう座浴っていうかシャワーして、うん、痛そうだって。検査してみますか。してみましょうか。うん、ほんでなんかなっちゃん顔が変わったよ。ね、偉いな。本当だ、クマもあるし。食欲が、でもなんかね、食欲、食べたい気持ちはあるけど、うん、食べ始めるといつもの勢いはないね。みたいな。ちょっと違ったかなみたいな。すぐ太寝走ってきて。ああ、じゃあ痛しいんだがやっぱりね。何の検査準備したらいいんでしたかね。ノロ？ノロかな。ノロかな。ノロ、ノロじゃあ単品の分で、じゃあちょっと準備しまーす。
尻ほじほじだよ。アデノさんは流行ってないけどな。そうだね。じゃあノロで、まあ、やってみてもいいけどね。検査できるノロロタは項目がノロと、うん、ロタとアデノはキットによっておまけついてくる、うん、保険がつかないんだけど、ちょっと今何があるかって試しに。スタンバイ OK、はい、ママが抑える係。輪郭が変わっちゃってる、なんかね、シャープなフェイスライン。ちょっと太ってたからこんなちょっと太いんだよね。お尻ツンツンで、はい、はい、こちゃ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 だよ。赤いでしょ。あ、赤いね。いや、赤かなね。あ、あいた、あいた、痛いね、なっちゃん。お尻が痛いね。ちょっとカチャカチャするよ。あ、なっちゃんもう終わり。あ、よし、オッケー。なっちゃん頑張りました。じゃあそれをもらいましょうか。あ、そう、ロッタ、アデノ、まず越してらっしゃるんですね、うん、あ、そう、あの中出液でね、中出液でね、はい、これで抽出させまして、3滴、はい、1、2、3、1、2、3。これでロタアデノは5分で出るんですけど、はい、ノロは10分かかるので、あ、そうなんですね、これで待っておきます。はい、よいしょと。上がアデノ、ロタって書いてあるね。下がノロと。なるほど、同じメーカーのキットだから共通の抽出液でいけるんだよ、うん、ということですね。どうですか。いや、まだだね。じゃあ、あと来てますけど、今、あと来てます。うん、まあ、ちょっと時間はおまだあるんで。そうだね。お待ちください。まだです。なっちゃん、このペンキがピュピュピュってなってて、かわいい、似合ってる、ホワイトが。じゃあ入れてたので、入れるな。ここ。あ、じゃあもう少しで2歳じゃない？そうなの。確かに。ね、ちゅう。ハッピーバースデーするけ、ななっちゃん、お腹が治らない。夏の誕生日っていつ？16、2021年5月16日。あ、そうなんだね。わからなくなってきた。みんなの誕生日。はい。種は26、5月、6月か。で、お腹が入ってた。あー、なるほどね。お腹ゴロ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 言って、今ちょっといい、何があるの、お腹痛いの。あるね。ナイツ、良くなってきた。バナナ、バナナはいらない。なんかな。あ、あなたがこうやって走っとるといいわ。アンパンマン、安心するね。ナツ、ナツ、はい、はい、出ませんね。出なかったよ、なっちゃん。ナツ、バナナ取り上げた。はいはい、よかったね、食べれる。喜んでるわ。まあ食べる元気あるならいいけどな。バイバーイ。はい、バイバーイ。バイバーイ。どうもー、ひかちゃん。ゆり先生。イエーイ。こんなに今日はだらけてます。今日はゴールデンウィーク1日目ですな。もうこの後動画にするけどさ、もううちやばいもん。下の子たちがね、めちゃくちゃ。またね、動画で今日はとりあえず第1弾として夏目くん、今日は流れます、ギリが、あ、お腹が痛いやつがね。そっからよ、もうここからね、これで終わりじゃないんですよ。もういや、本当に今日からゴールデンウィークだけど、今日遊ぼうねって言ってたけど、
無理だね。だってこの動画だってさ、予告編うちで撮ろうかって言ってたのにさ、ここだもん。ちょっと家には行けない状況になっております。ちゃくちゃだな。今夜の生配信はどうですか。あ、どうし、ここじゃない本当に来れる人で。スイたちはプールはいつもの時間にある。いや、もっと早い時間で終わる。だから8時の TikTok ライブには間に合うよ。あ、じゃあここにする今日は。どうしよう。ちょっと下の子たちは無理じゃないか。めっちゃ無理だと思う。夏美くんはもう来れるかな。夏美くんはもうだいぶ復活してる。その他の子たちが、うん、今朝うんちをわしが変えてあげたけどね、うん、まあまあまあいい。だいぶ、うん、うん、じゃあママと、うん、タネと梅はお留守番。あ、カブはお留守番かな。そうだね、家でやると寝れんもんね、みんな。また珍しいパーティーだ。うん、だって一時期やばい時が、一時期私と先生と夏目だけだった、ね、違ったっけな。そういうこともあったっけ。うん、うん、インフルエンザの時かな。はいはいはい、確かみんなが、うん、やばいんだけ、うん。じゃあ今日はここで久しぶりに何かしちゃいますか。ゲーム的な。あ、黒ひげ。黒ひげ大人の常識、大阪の常識トランプ。これいただいたやつだよ。なんかいっぱいあるけん、なんか評価、うん、うん、せっかくだから。まあまあまあ、そうだ、子供たちのことはできないから、うん、上の子たちだけで、うん、まあ夏目くんが、わしは人狼ゲーム。あ、人狼ゲームいいんじゃないね。それでみんなさんも誰が人狼か予想しながら、うん、ね、誰が人狼か予想しながらやってもらったりとか。ああ、でもいいし、みんな見せながらでもいいよ。あ、こうやって見せて、みんなは分かってる状態で、うん、ああ、で、ああ、なんかいろんなパターンやったら楽しいかもしれない、うん、あ、じゃあ今日人狼しようか。うん、ただ夏目くんは家だな。まあ様子見ながら。でも最近スイスイって言ってるから、はいはい、スイについてくるんじゃないかなとも思ったりして。そしたらまた何ができるかな。でも人狼問題は口だけだから。あ、まあ、まあ、トランプとかよりはやりやすいかもしれない、うん、まあそんなかんなでしょう。川さんの予定、ご予定は今日は、今日は予定がなかったんだけど、今日はあのフルーツポンチのみんなと遊ぼうかなと思ってて、当てて明日からは予定がある。何する。あっち行ったりこっち行ったりよ。秘密主義な感じが嫌でしょ。先生はん、明日からない。え、予定ゼロ。うん、明日はだから自転車この間買ったから。あ、練習。うん、まあ、今日もしようと思う。まあね、うん、どこちょっと体重が増えちゃったから。でもね、パツパツで。え、スイたちは家にいる。スイたちはプールか。9時から11時までプール、うん、次2時から4時だったから。4時からはもうない日、うん、あー、なるほど。なんか作ったらひかるちゃん晩ご飯ここで。うん、いやひかるさん家でも作って持ってくるの無理。今日ガーデニングしようと思ってるから。なんでだ。うん、天気いいから。え、明日しようし。明日もだからあっち行ったりこっち行ったりなのよ。秘密主義。まつげに行ったり。何まつげ。まつげ友達にあげてもらうんだ。ん、まつげあげてもらう。上がってる。ちょっと落ちてきてる。あ、そうなの、うん、違うの、うん、とか。まつげって男性もあげた方がいいんですか。え、先生も来る。なんで私まつげをあげに行くの、うんうんうん、しくない。男の人でこうなってる人あんま見たことない。え、男はまつげはどうしたらいいの、正解なの今時は。でもちょっとだけ見てみてください。ちょっと失礼しますよ。目開けてみて。上がらんかった。目、ね、でもこうなったら目が大きくなって目力が出ていいかも。本当に、うん、男の人もするの、うん、いや男の人が、え、なんかさ温泉入りに行きたいな。全然違う話になったな。まあいいいい、温泉入りたいんですけども、私普通にあの泊まりとかじゃなくて、いつもみたいに旅館とかじゃなくて普通に入って出る、うん、スイ
しか連れて行こうかな。あ、昼。でも2時からプールなんだもんね。湯原だったらみんなに行けるよ。湯原、うん、外の混浴。どこ？湯原の岡山。今から間に合う？いや、うん、だってその行ってすぐ1時間ぐらいかで入って、うん、30分ぐらい入って、うん、帰って、うん、だけど下の子たちがいたしいから。まあね、うん、なんかその会計のお店に入りたいなと思ったりして。あそこどうやって入ってんだろうね。みんな水着かな、なんかあるんじゃないかな、服が。いや、今肌感冒にタオルかもしれない。タオルでつけていいの？いいの？女子、女性が、だって混浴でつけちゃダメだったら濃すぎませんか。まあいい、男しか入らんがな。そうだな、うん、確かに確かに。まあ大戦、そうか、でもな、ダメだな。んでもやっぱみんなが元気になってからだ。東京リベンジャーズが見たいんだがな、私。あ、それは私も見たい。前編が。ん、見に行く。でもスイカたちが行きたいでしょ。4時半からあれ。でも一緒に生配信が今度間に合わんか。生配信8時ちょっとさ、ある見て、見て、見てみよう、見てみよう今あ、もう行かないと。あ、本当だ、わし。ちょ、ムービックス、ムービックス上映スケジュールですか。見たいよね。うん、見たい。めっちゃいいらしい。あ、そうなの。うん、めっちゃいいよな。さっきお友達と会って、私も見たよって教えてもらって、うん、面白かったよって。女の子なんですよね。上映スケジュールかな。重たいよな、コピーとか。みんなが見とるんじゃない？あ、やってないな。今日。今日まだ胸ぐらやってないね。あ、やった。何胸ぐらって。4時半あるよ。半死4時半あるわ。4時半の次は6時35分だから。それ間に合わんね。4時半の。これは？これも行こうと思っ。いや、2時坊っちゃんだったと思うけどな。ちょっと待って。ママに電話です。よくわかんない、ね、うん、だって見えたもん、周りに。これ動画で残してますけど大丈夫ですか。もうね、もう当然か、洗濯物か。あ、もし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 、今日さ、スイカたちっていうか上の子たちは何時から何時か午後のプール？2時4時無理だ。いや、東京リベンジャーズが12時から1時45分と4時半から6時35分6時ちょいのやつ、4時半スタートか1時45分に終わって2時に向かうか、どっちがいいと思う？また別日。4時半スタートか。そうだな、だけ早く出てこいっつって大急ぎで行くか。なんでレモンが行かねえんだ。塾か。ああ、何時からな。行かれそうにないです。じゃあ皆さん、今夜は、TikTok ライブ8時から、 YouTube ライブが9時からです。じゃあねー。今これ動画撮りながらだから。バイバーイ。